豊橋市立下地小学校は、愛知県豊橋市、下地町にある公立小学校。本校の歴史は古く、明治6年に学生が定められると、明治6年10月18日、西岸寺の栗を教室に、第10中学区第36番、下地村小学豊橋校として設立された。開設当時から、学校設立の願いとともに、地主の行為により、 明治15年7月15日この地に校舎が建設された。その後、数々の校名変更があり、昭和22年4月現在の豊橋市立下地小学校と改称された。下地小学校は豊川の右岸に沿って校区があり、川沿い近くに位置している。左岸には吉田城や市役所があり、市の中心部に近い。以前は豊川を利用して、 材木店が栄えていたが、今では自動車関係の店が多く県道豊橋、豊川線と国道1号線が交差した交通の要衝となっている。学区内は古くからの住宅地で3世代構成の割合が高く、PTA をはじめ、自治会、航空各種団体が教育活動に理解がある。本校の特色ある行事として夏場に行われる 豊川横断水泳大会がある。本年度で27回目を迎え、第1回目は昭和57年に豊川横断を膝スカイとして泳ぐのに勇気がいる川を泳ぎ切り、怖さを克服する価値は計り知れない。子供たちが人生を生きていく活力源になると始められた。また、本校のシンボルとなっている銀南の木が運動場に影を映している。 この銀南の木は、明治15年に西岸寺から、現在地に移転した時に植えられた、記念樹で、火災から学校を守る木として伝えられている。とよ、橋の巨木、名木百選にも選ばれている大井町の木でもある。よく考える子、体を鍛える子、仲良くする子。平成27年度卒業生により、看板が塗り替えられた。体も、元木心も元気。 校舎の看板は、平成27年度全国健康づくり推進学校表彰式、にて最優秀賞記念に修復された。ありがとうございます。